ここには最初から真実はありません。あるのは虚構だけ。私も立花さんも、初めは荒神七瀬はいなかったのを知っています。その上で立花さんは虚構を実体化させようとし、私と九郎先輩は荒神七瀬はいないという虚構を信じさせようとしています。いわばこれは虚構争奪議会。私は勝ちますよ。まだ4つある解決のうち1つを主張したに過ぎません。一部でも信じてもらえれば十分です。一部、そうか。多種多様な価値観が渦巻くネット空間で、たった1つの真実が全員に受け入れられるのはたやすくない。なら、その多種多様な価値観に合わせ、多種多様な真実を提示してみせればいい。振り子解決で荒神七瀬存在支持願望を一掃できなかったが、その一部は不支持に変えられたはず。これをあと3度繰り返し、支持派の勢力を削ぐつもりか。一つの主張を多数派にしなくとも、立花さんの議案が可決するに足るものではないと思わせればいいだけ。だからこんな戦略が成り立つ。なんという子だ。知恵を尽くして刃を振るい、一方では毒薬を注入していく。嘘を武器にすると決めた答弁者がこれほどまでに凶悪と。